デッドリフトとは、下背部、伝部、脚部を鍛える、代表的なウェイトトレーニングの種目。パワーリフティング競技の3種目の一つである。名称の由来は、デッドウェイトをリフトアップすることから、主に後背筋、僧帽筋、脊柱起立筋、大電筋、ハムストリングスが鍛えられる。な高重量を扱うプル系の種目なので、かなり熟達したものが、筋力強化、 筋肥大のトレーニングを行う際には、リストストラップが必要になる。正しいフォームの習得が難しいため、トレーナーなどの監修を受けることが望ましい。バーベルデッドリフトバーベル、デッドリフトバーベルルーマニアンデッドリフトバーベル、ルーマニアンデッドリフトスミスマシンデッドリフトスミスマシン,デン、デッドリフトダンベル、デッドリフトダンベル、デッドリフト足を肩幅と腰幅の中間ぐらいに開き、 床に置いたバーベルを肩幅より少し広く握る。膝を曲げ、背筋を伸ばし、正面を見る。腰を前方に突き出すようなイメージで状態を起こしていく。この時肘や肩甲骨を体幹部に引き寄せるように引くと、後背筋や僧帽筋にも強い刺激を与えられる。上体を床と垂直になるまで起こしたら、膝関節と股関節を曲げて、上体を前傾させ、 元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。肩甲骨は、スタートポジションで開き、上体を起こすのと同時に寄せていくようにして、上体を倒すときはまた開いていく。画像のように、両手の握り方を互い違いにする方法もある。こうすることで保持力が強くなり、より高重量を扱えるようになる。ルーマニアンデッドリフト足幅は、腰幅から肩幅程度に広げ、 つま先はまっすぐ正面に向ける。握りは、オーバーグリップ。胸を張って、背筋を伸ばし、かかとで床を蹴って立ち上がる。上体を床と垂直になるまで起こしたら、膝を少し緩め、胸を張り、腰を反らせた状態を維持しながら尻を後ろに突き出し、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。大電気や、ハムストリングがターゲット。動作の基本は、 一般的なバーベルデッドリフトと同じだが、一般的なデッドリフトでは、動作範囲がバーベルのプレートの直径によって異なったり、上半身への負荷が弱くなってしまうため、僧帽筋や後背筋を鍛えたい場合には向かない。パワーラックのセーフティバーなどを用いて、スタートポジションの位置を高くして、動作範囲を減らし、その分子用重量を増やすことで上半身への負荷を強くすることができる。 それがトップサイドデッドリフトである。重心はかかとに7割、母子球に3割。体外においてボトムポジションは膝の少し上になる。直立してバーを保持し、背筋をまっすぐに保ったまま、膝がつま先より前に出ないように股関節を曲げて上体を前傾させていき、これ以上行くと膝が出るか背筋が曲がってしまうという位置を探し当て、スタートポジションとする。 足を肩幅と腰幅の中間ぐらいに開き、セーフティバーに置いたバーベルを肩幅より少し広く握る。膝を曲げ、背筋を伸ばし、正面を見る。息を吸いながら腰を前方に突き出すようなイメージで、上体を起こしていく。この時肘や肩甲骨を体幹部に引き寄せるように引くと、後背筋や僧帽筋にも強い刺激を与えられる。 上体を床と垂直になるまで起こしたら、息を吐きながら、膝関節と股関節を曲げて、上体を前傾させ、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。肩甲骨は、スタートポジションで開き、上体を起こすのと同時に寄せていくようにして、上体を倒すときはまた開いていく。足の幅を広くした、デッドリフト。主に、パワーリフティングの選手が好んで行う。 動作の基本は、一般的なデッドリフトと同じだが、より動作範囲が短くなり、その分下半身筋群の強い人は高重量が扱えるようになる。バーの握り方は、オルタネートグリップが推奨される。怪我防止のため、膝の向きとつま先の向きは必ず一致させる。足を肩幅よりも広く開き、床に置いたバーベルを肩幅より少し狭く握る。膝を曲げ、背筋を伸ばし、 正面を見る。真横から見たとき、肩がバーよりも少し前に出ているようにする。息を吸いながら腰を前方に突き出すようなイメージで、上体を起こしていく。このとき肘や肩甲骨を体幹部に引き寄せるように引くと、後背筋や僧帽筋にも強い刺激を与えられる。上体を床と垂直になるまで起こしたら、息を吐きながら、 膝関節と股関節を曲げて、上体を前傾させ、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。肩甲骨は、スタートポジションで開き、上体を起こすのと同時に寄せていくようにして、上体を倒すときはまた開いていく。足を肩幅と腰幅の中間ぐらいに開き、一番下に置いたスミスマシンのバーを肩幅より少し広く握る。膝を曲げ、背筋を伸ばし、 正面を見る。息を吸いながら腰を前方に突き出すようなイメージで上体を起こしていく。この時肘や肩甲骨を体幹部に引き寄せるように引くと、後背筋や僧帽筋にも強い刺激を与えられる。状態を床と垂直になるまで起こしたら、息を吐きながら膝関節と股関節を曲げて上体を前傾させ元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。 肩甲骨は、スタートポジションで開き、上体を起こすのと同時に寄せていくようにして、上体を倒すときはまた開いていく。バーベルトップサイド、デッドリフトとほぼ同様に行う。直立して、バーを保持し、背筋をまっすぐに保ったまま、膝がつま先より前に出ないように、股関節を曲げて、上体を前傾させていき、これ以上行くと膝が出るか背筋が曲がってしまうという。 位置を探し当て、スタートポジションとする。足を肩幅と腰幅の中間ぐらいに開き、ストッパーに置いたバーを肩幅より少し広く握る。膝を曲げ、背筋を伸ばし、正面を見る。息を吸いながら腰を前方に突き出すようなイメージで、上体を起こしていく。この時肘や肩甲骨を体幹部に引き寄せるように引くと、後背筋や僧帽筋にも強い刺激を与えられる。 上体を床と垂直になるまで起こしたら、息を吐きながら、膝関節と股関節を曲げて、上体を前傾させ、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。肩甲骨は、スタートポジションで開き、上体を起こすのと同時に寄せていくようにして、上体を倒すときはまた開いていく。バーベルスモーデッドリフトとほぼ同様に行う。足を肩幅よりも広く開き、 一番下に置いたスミスマシンのバーを肩幅より少し狭く握る。膝を曲げ、背筋を伸ばし、正面を見る。真横から見た時、肩がバーよりも少し前に出ているようにする。息を吸いながら腰を前方に突き出すようなイメージで上体を起こしていく。この時肘や肩甲骨を体幹部に引き寄せるように引くと、後背筋や僧帽筋にも強い刺激を与えられる。 上体を床と垂直になるまで起こしたら、息を吐きながら、膝関節と股関節を曲げて、上体を前傾させ、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。肩甲骨は、スタートポジションで開き、上体を起こすのと同時に寄せていくようにして、上体を倒すときはまた開いていく。使用重量は減るが、バーベルよりも肩甲骨を寄せやすい。 足を肩幅と腰幅の中間ぐらいに開き、床に置いたダンベルを両手に持って持ち上げる。膝を曲げ、背筋を伸ばし、正面を見る。息を吸いながら腰を前方に突き出すようなイメージで、上体を起こしていく。この時肘や肩甲骨を体幹部に引き寄せるように引くと、後背筋や僧帽筋にも強い刺激を与えられる。上体を床と垂直になるまで起こしたら、 息を吐きながら、膝関節と股関節を曲げて、上体を前傾させ、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。肩甲骨は、スタートポジションで開き、上体を起こすのと同時に寄せていくようにして、上体を倒すときはまた開いていく。ありがとうございます。